朝が来ました。とりあえず昨夜は誰も死にませんでした。一応2画面にやってみるって久しぶりに。一体私は何のやつかみんなも想像してもらえながら。4番のプレイヤーは発言してください。まあ最近僕が思うのは、まあプレイスタイルとかもあるんだけど、まず人の話をしっかり聞いた上で、まあ僕は怪しい位置に問いかけるのね。まあその人が本当に人外かどうかっていう精査を最終的に判断したいから。だからね、僕に問いかけられた人はね、しっかりアンサーで答えてほしいから。やっぱね、人外ってね、言葉のキャッチボールができなくって、僕がアンサーしたことによって、もう他のところにね、ボール投げたりする人がいるから。まあ、対話ができない人物は僕はもう初日つっちゃいますね。はい。で、あと、僕一人でね、やっぱね、なんていうのか、人外をね、追い詰められるっていうのは、僕はね、不可能だと思ってるから。これ遠慮だね。だから、結構村っぽい人とかの意見も聞きながら、そ, うだまあ、そこにツリーチも表とか入れようかなって思ってる。あれやられるかもしんねえから。はい、以上。感染のとこね、色道具は。5番のプレイヤーは発言してください。4番に思ったのは、僕の事態があるんですよ。なんで前提条件が一人なんだよ。申し訳ないけどね。少なからず俺はお前の味方するし、9人村のうち6人がお前が村であれば仲間だろ。もっと人を頼るよって思ったのは4番っすね。その根本的に気持ちから。一人一人のゲームじゃないんでね、これ。全員、6人で3人、助け合うゲームなんで。そこをちょっと勘違いしてる4番さん、ちょっと怖いっすね。なんか一人でハットトリック決めて、変な文字打ってくる可能性あるから。意味で怖いっていう。上側で変な文字打たれた時のための対策を。6番くんも何か言ってあげてよ。6番。打たれてからにするか。発言してください。はい、この夏の輸入販売業をやっております。ね、よろしくお願いします。画面がいつも変になっちゃって。5番さんの、まあ5番さんが4番さんに当てた感想っていうのが、まあ、ドンピシャで自分も当てはまってきたなと思って、4番さんは対話ができない人物を、まあ、初日は釣っていきたいっていうんだけど、4番さんその位置じゃないですか。2周目、対話ができる、できないっていうのを、まあ、どうやって、その位置で判断するのかな。まあ、2周目のね、最後の位置なんだまだわかるんですけど、対話の仕様も何もないのに、そこで対話できない人物を進めていこうっていうのは、人と人とのやり合ってて、あ、こっちの方が対話できてないから、じゃあそっちを釣ろうってことなのか。まあ、人外は対話できないっていうイメージ論はわかるんだけど、4番さんとの対話っていうのは位置的にちょっと厳しいんじゃないって思ったから、ちょっと怖さを感じちゃった。なんか精査できないのは申し訳ないね。7番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。まあそうですね、6番さんの言ってる通りだと思ってます。まあ4番さん、その1日目に、そこをするって言ってるから、まあそうだね、4番トップバッターだから、まあ実質みんなの発言って一周しか聞けないわけだから、そこで、うん、そんな質問できるのかなと思って、あんま伸びなかったらどうするのって思って、それだったら、まあ、村の活性化につながるような、なんか要素を落としてほしいって、4番の位置だったらなるんじゃないかなと、若干思いましたね、4番さんに関しては。5番さんに関してはなんかよくわからんかったな、なんか、ハットトリック。5番ってなんで4番村ってわかんのって。ちょっと思いましたし、はい、4、5は若干なんか印象悪かったです、自分目線は。はい。8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。4、5、6、7の発言の中で一番、なんていうんだろう、発言が白いなと思ったのは7番かな。5番ってさ、4番さんに村だったらさ、4番の味方だよみたいな、4番の味方だよって言った後に、村だったら、っていう発言をしてたんだよね。だから私もそこ5番の発言気になっててさ、6番突っ込むのかなって思ったら突っ込まなかったから、5番の意見にずっと乗っかってるしね、4番の発言聞いてどしょっぱずで、なんか村っぽいところの、なんか村っぽいところの発言を聞いて投票合わせますみたいなことを言ってたの、なんかこの人色分かる人なのかなとか思って、だからもう4番釣り位置でいいんじゃないかなってずっと思ってて、でそれに5番さんが話してたんだけど、なんかその違和感を7番が指摘してたから、私7番が今日釣りたくない
9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。お願いします。7番が釣りたくないって8番言ったけど、7番は5番がよくわからなすぎるって言ってて、それと同じような意見言った6番はどうなんかなってとこで、なんで5番にだけそんなにフォーカス当てたんかなっていう感じはあったので、あんま印象は良くないんじゃないかなって感じ。だから逆に5、7とかのなんか変なライン、で8は7にすり寄ったが7、8はないかなって感じ。単体精査はあんま色見えないかな今んとこ。1番のプレイヤーは発言してください。よろしくお願いします。フラッシュです。何でも結果サード集が出ました。あ、お願いします。まずもう俺太鼓が出てくると思ってたけど、もう今回ひよってビビって出てこれねえらしいから、もうまあいいんだけど、何番しまあどうだろうね。まあ4番とか9番まで言いたいこと言ったと思うんだけど、もっと熱い気持ち聞かせてくれないと、なんかね、熱い男が好きだから俺、なんかもうちょっと熱くなろうよ。まあ8番さんはまあ男じゃないからもうそもそも論外だけど、みんな男なんだから暑く行こうよ、暑く、今寒いんだから外は、ね、この人ってこんな声だったっけ。2番のプレイヤーは発言してください。はい、レーノです。1番蹴っといた方が良かったんじゃん。天子はちゃんとした声でやって真面目そうにさ、蹴られて入ってきてちゃんとやりますって言ったのミッキーの声でしょ。嵐じゃん。あ、しかもさ、どこしろか聞こえなかったよ。多分三しろっつったんかな。これからあれじゃない、入ってきても入れない方がいいんじゃん。ちゃんとした声で喋ってください。まずね、白酒は分かんない時点でダメで、今日間違いなく5を釣りますね。はい、5番っていうのは自分で気がつかなかったかと思うけど、あなたは人外使用しました。なぜかっていうと、4番さん、あなたが村であれば仲間が6人いる。いやいや、あなたが村、5番が村だったら、4番さんが村だったら、5番を、含めて6人いるね。あと5番っていうのは3人。どういうこと？いろいろ謎が謎を呼ぶけどね。?1 が3しろ?3番のプレイヤーは発言してください。はい、ということは1番って三四郎でいいの？これは聞こえなかったんだけどね。まあでもまあいいや。で、2番占い師じゃないでしょ。ってことはこのならと平和村、まあつもう、まあみんながその7、8が5番さ、2番が5番って言ってたら5番を押したらいいんじゃないですか。わかんないけどね、俺もちょっとわかんない。これはわかんないよ。 SG 的な意味でもう村なのかわかんないけど、2番の言うことが本当ならば、確かに変ちゃ変だけどね。自分を含めるから4番と5番が村主張するならば、村というのだから自分も含めたら6人じゃなくて、4人後いるとかになるよね。自分も含めたら5人か。ってなりますよね。はい。はい。だから、そういうところをちゃんとやった方がいいっすよね。はい、以上です。はい。4番のプレイヤーは発言してください。1番が村すらで、
あ、ムラスラ禁止なの。あ、そうか、あ、そうだね。ムラスラ禁止って言ってたね、最初に。じゃあ、1ずればいいんじゃん。これは何、強制ずり、ルール違反で、1ずり特攻で。はい、じゃあ、3番が、レイノー。ルール違反、1ずり。あ、3番が霊能か、これ。どれが、5番が霊能か。2が霊能。2番霊能でしょ、ムラスラでしょ。ちょっと待って、俺もちょっとメモしないといけないから、メモっていうか。誰だ、2が霊能。よくわかんないや。なんでルール聞かないの、ムラスラ書いて。で、6番が対抗で。占い、9しろ ?8 しろ。あ、2番がもう1回霊能って言ったんか、これ。4が8しろ。ややこしいな。はい、まあ、1ずりみたいなんでね。まあ、6番、7番は結構人外目高いなと思ったんだけど、まあ、6番はいいや、7番さんに聞きたいんだけど、ああ結局、あれだよ、嵐がこういうふうに文字で妨害してるだけだから。まあ、僕って、この、なんていうか、問いをかけた上で、まあ、投票で示せると思うんだけど、7番さんって、その、なんか投票で示せるっていう、なんていうのかな、行動では見えなかった？なんか、なんていうのかな。僕が聞いた上で、2つ、聞いて、落ち着いてどっちかに入れるってなった場合って、こっちの方が黒いと思ったから僕って投票するのね。だから7番さんはちょっと視野が狭いなと思うけど、この話聞いてどう思う？で、5番さんに関してはね、もう僕って、まあ、自分自身では追い詰められないって言ってるから、村を見つけたいっていう主張ね。あ、5番さん騎士か。ごめんね。はいはい。5番のプレイヤーは発言してください。1が嵐も全然あると思ってる。今日2か8詰めようと思ってたからさ、8番詰めてえな。俺今日2守らないよ。こいつとは考え合わない。 GC とは、はい、8詰めたいな。でもルールがココナッツがもうルールって言ってるから。ルールだよ。1番は嵐だけど、俺8番詰めたい。1番釣らないとゲーム進行上の問題点を抱えてるから、ね、今日は2番守りません。6番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。まず3番さんはつながり得ないんじゃないかなと思ってる。1が3にしろで、で2周目になった途端に太鼓の4番さん出てきたから、もし囲いが発生した盤面であれば4番さんっていうのは、まあ出るメリットは俺はあんまりないと思ってるから、だから3番さんっていうのは弾ける位置かなと思った。また1番さんがこの盤面、まあムラスラ禁止っていうのを、ルール説明は自分は言ったんですけど、これを聞きそびれて、まあ、やっちゃってたとしても、この盤面って釣られちゃうわけだから、1番さんつっても、まあ、強人、または朝倉、こっちの可能性が非常に高いと思うけど、まあ、ルール上、ちょっとムラスラ禁止っていう形で、まあ、やらせてもらってますので、まあ、ルール違反ということで、1番さん、ルール違反だから、1番もらいたいな。1番って、昨日もスライドしなかったっけ？その上で、まあ、今、例の、だから、スライドするために適当にシーン取れないムーブを。4番さんは現状では俺は文字はありがたいけど、うん、ありがとうね、ありがたいんですけど、ちょっといろいろあってね、消さなきゃいけない。まあ、1、3を見て、まあ、パッと出てきたいろいろ消さなきゃいけなくて、まあ、4番さんローなんじゃないかなって思ってます。強人1に関しては俺は、うん、はっきり言っちゃうと9番さんだと思います。はい、白で、ね、多分ね、うん、9番さんだと思いますよ。全部は好意的な文字は残したいけど、なんかね、発言がその4から8へのね、触れ方がなんかめちゃめちゃ熱いというか、適当というか、精査してない感じだったんで、そうですね、まあ、8番さんのローをちょっと追うべきかどうかはちょっとよくわかんないです。ね、7番さんへの指摘がよかった。これ迷ってもらえれば、7番さんって6同意できるんだったら、俺は5を評価してんだから、うん、それで6だけ良くなって5が悪いっていうのはおかしいんじゃないですか。7番のプレイヤーは発言してください。はい。まあそうですね。まあ6が9白、4が8白。まあ4、6に関しては多分4番が偽ですね。4番は占い師の目線じゃないから。うん、4番さん、これ原文言いますね。4番っていうのは1周目にか、1周目の釣り位置に関してトップバッターで、対話を求めると言いましたよね。4番さん。で自分に問いかけをしました。で、あなたがその位置で1周目しか発言聞けないのに、その対話をできる、対話をできる村の内容になっているかっていうのが、まずその
なんていうかな、それだったら4番の求めることってもっと村を叩いていって色を落とすことじゃないのって思ったんですよね。で4番さんに関してその占い師を持っている視点じゃないんですよ多分4番さんって。うん、だってあなた対話求めるっていうか、あなた占えばいいじゃん4番さん占い師だったら。あ、怪しいとこ、まあ、対話はしてもいいと思いますけど、うん、だ4番が求めるとこってそこじゃないと思ってるから、あ4番が求めることってその村との対話を求めることだったら村の発言をもっと落とすことだったと思うし、だから4番が偽っぽいね。で3番に関して1から3、これ1今日釣るけど、まあ黒は多分落ちないでしょうおそらくね。まあ黒落ちたらラッキー程度でいいんじゃないですか。うん、で3がやっぱ盤面的に白いと思ってる。1番が3番に白を打っとって、まあ4、6が、狼、新郎だったか、新郎というか、まあ狼いたとしても、まあ出てくる必要ないと思ってるから、わからんな、でも、ムラスラしたから、一応、試金石としていろいろ、もう3番、盤面的に白いと思っとるから、まあ多分、かっこいいなんでしょう、これ。だから、まあ、お互い、まあ、クロスは絶対してほしいね、4、6に関しては。はい。8番のプレイヤーは、発言してください。ん？クロス提案って7番がすんの？って思ったんだけど。占い飛ばしてほしくないの？自分にって思ったんだけど。どうだろう。っていうか、むしろ5番の方がいらないんだけど。マジで。仕事しない、なんか騎士とかいらなくない？占い師逃げてんだったら、レノちゃんと守れよってすごく思うんだけど。意味わかんないんですけど。6番のなんか9番狂人っていうのは結構しっくりきたなとは思ってるから、これでみんなもいろいろ考えてもらえれば俺が一体何者かは、だからといってどっちが人界かっていうのは分かんないけど、どちらかっていうと私4番の方が人界目高いかなとはね思ってんだよね。初日の発言から占い師隠してるような発言ではなかったような気がするけど、分かんねえよどうだろう。まあ、だめ、一白なんけど、ルール違反で釣らなきゃいけないから、1番釣る。もう一番が悪い。4番、5番おかしかったよ。5番の発言はね。なんでルール聞かないの、まあ、なんか変な文字が見えたら教えてください。あ、文字の多分サイズ的なものでチェックしとくか、文字を。どうやろ。文字っていうか。まあ、今日1番釣ってじゃないですか。多分白が出るけど。あ、まあ、好意的な意見もあるかもしれないけど、感染の、クロス飛ばしてっていう7番の発言は自分に占い、好意的なものはいいんだけど否定的なものは発言なのかなって若干思ってしまったかな。とりあえず感染の意見とか俺が見ないようにしなきゃいけないからね。9番文字は多分消せるからいいでしょ。発言してください。ただね、投票が見れなくなるよ。投票が1番は白出るんでしょうね。いや僕ね、なんか6番さんがその旧狂人とか自分が白先出したところにそんな発言のほとんど使って狂人のなんか、うん、こうだからみたいに言うかなと思って、6番こそ狂人じゃないんかなってちょっと思ってますけどね。うん、だから4がシーン、うん、でグレーで黒いとこは7番時点で3番、うん、3番さんはなんかみんな位置的に白い白い言ってましたけど、なんかね、その声の感じ的に、一番に囲われて安心しきって、最終なのに、いい発言出てなかったなってとこで、ちょっと黒いと思ってますよ。で、そこを白いって言った7番さんは、黒いから、7-3、ラインじゃないかなって思ってます。7-3黒の、6強とか、まあ、6-4はね、あんまり、はっきりはついてないけど、俺は4の方が真だと思ってます。で、まあ、役職 D5 はまあ、以下そのままで、どっちがどっちかはわかんないですけど、今日1釣りか。もったいないな。まあ、1番に入れます。1番のプレイヤーは発言してください。
話してないよ、この人。だからルール聞いてくんない？この村さ、まずさ、この村に関して言わせてもらうと、あれあれ、これさ、1ってこの前は素村の語り、有村で、昨日ね、内村なんだから1釣りしかないんだよね。2番。1が白でも別に釣ればいいんだよ。発言してください。ここ夏やねんやけども、1位嵐な。はい。なんで入れたんだって。喧嘩かせべで両方、蹴っとけよ。まあ、嵐なんだから、こいつだってあれ言われてたでしょ？素村で、占い師語って最後まで行ったって。まあもう二人出ちゃったからしょうがなくすらしてるだけであって、素村、でやってんのか、人狼でやってんのか、わかんねえよ。で、人狼とりあえず5を噛んどけよ、お前。フェアにゲーム行こうぜ。5って俺を守んないっつって俺を噛ませる方式なんだよ。うん。フェアに行こう。人狼5を噛んでね。で1番っていうのは、もう嵐としてツイッターアップします。今日1釣り。占いの真偽は分かんないけど、8が結構黒いこと言っていた。だからクロス占いすれば。3番のプレイヤーは発言してください。1番釣りましょう、ゲーム制で。はい、2番もさ、とりあえず守ってもらうんだからさ、1番釣りましょう。ゲーム制として成り立たなくなるんで、これ以上。2番も一応守ってもらえたかったら、5番に気を使ったら、もう、はい、とりあえず俺は2番と逆で8番って無駄なんじゃない？だって5番へのさ、思いっていうのは、2番守ってほしいっていう気持ちっていうのは無駄の視点じゃない？9番の方は囲われてる種がプンプンするけどね。なんかすり寄ってて。1白で置いたら7-3、6番をなんだっけ、強靭だったかで見てたら7-3の方なんじゃない？ 1 白で置いてたら。1が白なら7-9、6-7-9、単人がいてどこないような気がしてるけど。俺は霊能とは違う視点だから、8番白で置ければより優位なゲームになれそうだけど。1番釣りですよ、今日。はい。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。一番のプレイヤーが選ばれました。1番のプレイヤーは発言してください。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜死んだのは2番。3番のプレイヤーは発言してください。はい、7番いきます。
7番いきます。7が、はい。8村なんで7番いきます。7、9とかまで見えるかもしれないんで、不思議なことに9番が、言うんでしょうね。7、3ロール追っていいんで7番行ってくださいよ、9番さん。あれ今日行けないんですか ?7、3ロール追ってるんだったら9番さん、今日7番行かなきゃいけないよ。6強人7、9ロールでしょうかね。はい。4番が死んでしかないでしょう。7番の黒内は。9番さん!あなたは発言変わる、コロコロ変わるでしょうね、今日1でも。7、3ロール追って、4番行きまーす!名言生まれると思うんで。7、9ロールでしょう。4番の占いは死んでしかないですよ。多分この占いは。7番いきます。4番のプレイヤーは発言してください。まあ5番さん、まず僕声できるかどうかだけ聞きたいから、どこ声かだけ教えて。あ、6声。あ、じゃあまあ次僕守ってください。はい。まあ7番はね、申し訳ないけど、対話ができなかった人物なのね。まず7番さんって、まあ、4番がやってる行動とかが、まあ、全部がもう真じゃないって言ってるんだけど、僕がまあ7番に聞いたのって、まあ、僕って投票で示せるのね。問いかけたところに対して、例えば、ここ怪しいですよ、こういうことって、これってどういうことですかって聞いた上で、投票をした方を黒いっていうのがわかるじゃん。でも7番さんって僕がそれを言ったのに対して、まあ、全くのスルーね。はい、だから言葉のキャッチボールがなってないのがやっぱ人外だから、7番さんは僕のなんかめちゃめちゃ人外要素を上げ、7番が叩いてんの、なんか僕の回答には答えなかったから、まあ7番さん占って7番さん黒でした。色いそうなんだよな、はい、7球でしかねえだろ、まあ、7番つって、まあ、シンプルに終わらなければ、まあ、6番、6番7番狼狼って感じかな。7番が4番を叩いてる。なんか僕を護衛してね、一応3番占いたいから3番ちょっと怖いけど。6番が仮強人で、仮に強人で、9番もね、チーム戦組めるから5番に対してね、7番はなぜ5番にフォーカスを向けるんだ。7、3ロール。違うな、6、7、7番の狼がめちゃめちゃ見えてるようにも見えるから、3番の方が人間っぽいよね、推理とかも。二郎いるんじゃないこれ。あと7番さんのはね、まあ、感想であって、4番の占い師としての、まあ、人外要素ではないので。残念ながら、はい、もうちょっと明確に上げてみてください、7番さん。言語化してね。はい、どうぞ。おい。5番のプレイヤーは発言してください。今日に至って俺が8倍いくって言ってるから、6が偽の時8に俺黒を積んちゃうかなと思うんだけど、まあ、占った理由よね、ココナッツは。あと君はホストなんだからさ、誹謗中傷暴言もさ、ルール上アウトなんやから、2番一発アウトだよ。で、俺言われてる側やから、俺してそれは2番の方が釣りたくなるからね。俺嵐とかで2番を釣ろうとしたのだけじゃないから、そこだけでしっかりと耳に入れといてくださいね。って書いた4番って結構オリンするよってんのかなとかいろいろ思っちゃうんですけど、だから俺今だからフラットで見てますよ。4、6はほんまに釣りたいの8番やけどね。どうしましょうか。4番ってあと1の白透き起こしてるっていうのは気になるけどね。1黒も1あるからって思ったんやけど、6番さん、フラット一応話聞きますわ。6番のプレイヤーは発言してください。はい、気違い。うん、そうですね。それも暴言なんで、5番さん、次、まあ、そういうこと言うと、今度5番さんとどうせ生産ミスで5番の、お気をつけください。変われるだな、もう。で、4番さん、5番さんがね、拾ってくれた4番さんがね、1で、黒が落ちてない。100% 確信していくかのような発言をもう難しいな、このゲーム。でもまあいいんだよ、もう。結局、我ら目線、2番さんがね、だってさ、7か9にローいるよ、これ。1がローって言うの？狼で落ちてる。あ、なんだけど。7か9にローがいるんだから、4死んでしかねえじゃん。ただ、1番さん、狼でやれば、まあ、はっきり言って人外には全くないんで、まあ、おそらく少しか落ちないかなと思ってたけど、ただ、まあ、苦味がこの発生してるっていう時点で、1番さんのローも追っていかなきゃいけないっていうところであります。ただ、そうなった場合、4番さんがここで黒を打つっていうのが、まあ、あまりにもデメリットしかないかなと思って、強靭だったら黒を打てないから、俺は4番さんがローだと思います。結局、5番も2番と同じ発言してるのはダメだろ。7番さんに黒が増えするほど、4番さん締め落ちてるっていう感じだわ、本当マジでよ。編集何箇所必要なんだよ、マジこれ。はい、
自分目線3、7にどっちかにローがいるって確率が高いで。でも一応、3番3画面の練習にはなったわ、いろいろ。落ちてるっていうのは完全はこのぐらいでいけずはいい。ここで7番好意的な意見も見かけられるけどありがたいんだけど、全部消さないと多分、集中できないだろう。の1番3に対する精査がなかったのが若干ですけど、気になりました。そうですね、今日は4、7のランです。はい、私は4番さんの人外が分かってますので4番さんに飛んでいきますというところです。8番さん占った理由ですけど、まあ正直黒かったからっていう感じですね。いろんなところにヘイトを撒き散らして7とか5とかに分散してたから、だから8の占いしました。7番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。ちょっとバグっててタス切り言ってまして、あの占い結果残ってないんだけども、発言で多分4番が7黒なんでしょうね。6番が8黒ってことね。 OKOK、まあ、4-3 ないしは、まあ、1で落ちてるってないと思うから、もう 4-3 しかないんだけど、まあその3番、あの8番さんにあのアンサー返しとくわ。 4-3-1? なんか俺がクロスを避けたとか言ってるけど、俺目線のあの片白って 8-9 しかないのよね。で、1番3番がカングレで、1番で俺は絶対オオカミ落ちないと思ってるから3番しかない。で俺目線は8-9が隠しあクロスあの伏せてもらって隠しろになってしまったら、俺目線のオオカミ位置ってほぼほぼ3番になるから、うん、俺占って白もらっても正直そのなんていうかな、目線って全然狭まらんから、まあそういった理由です。単純にそれを人外要素と捉えても困るんだけど、正直3-4ロール、まあまあそうだね、3番がおかしかったもんね、やっぱ。だって3番目線さ、4-6の、あ、そうか、3番目線が7黒だから、もう俺しか黒を打つとこないんか。わからんけどね、霊能が噛まれとるが1-4かもしんないけど、だって3番目線でさ、3番目線で1番で狼落ちとるって目線ないわけでしょ。それっておかしくない？だって。あるわけねえだろよ。うん。4番はまあ初日から言ってるように、4番であくまで対話を求めてる人物やから、4番は絶対占い師じゃないんですよ。はい、だって4番が占い師だったら対話を求めんで、占ったりだけの話でしょ、4番占い師だったら。はい、それだけです。4番いきます。8番のプレイヤーは発言してください。はい、私3が村だと思うので7いきます。3-4ローローには見えんな。6-7ローロー9-7ローローのどっちかかな。とりあえず2番と5番がいたことは、1-2-5がいたことは厳しかっただろうな。この村は多分7-9ローロー6強陣だろう多分ね。7-6で7番がこの攻めをするとは思えない。もう1枚いるはずなんだよ。色をいたから4の震災ができたんだよ。はい、おそらく1人は。5番で9番はクロス飛ぶ位置だから、と思ってます。すり寄ったんだよ。はい。これしか多分考えないんだけど、私は7の方に行けます。うちらどうなの？ 9 番のプレイヤーは発言してください。8番さん、9、7ローローなんか見える？こんな盤面で。ね、7番、ほら、さっき、何 ?1 日目ほら、3番白いとか言って、もう盤面詰まったら3番黒いとか、うん、もう詰まっちゃったよね、7番は。なんで7は黒。うん。で、まあ。え、本当に7-6でやってんの、決め打ちだからね。やっぱ黒を打った4番が死んでいいんじゃないかなって思ってます。7-6でやってんの、うん、で、まあ1日目僕は6番強陣を置きしてましたけど、まあ3番の、まあ、僕の叩きは大丈夫。7番が4番叩いてんの ?7-6 で。発言が、ある程度、村っぽいっていうのは、4番守りして、ね、あだから6、7、ローローもある。4-1ローローだっつうの。7、3ってなるんだけど、そこは揺らいでたやつの。知らねえ、4-1ローロー出てくるの、4番。7番がとりあえず単体で黒いって感じ。新ローローやってんの。なんで5番さんには、今日4番さん守ってほしいって感じかな。4番守りしかないよ。7-6の順で進めていきたいですけどね。今日は7番いきます。7-6-9でいくの、まあ1番黒落ちてるかどうかっていうのは、まあ別に、
そこは、いや、1グロ落ちてたら大変なことになるよ、ね、なって感じ。誰だっでしたってこと ?5 番、6番あたりかな。うん、1、4?3 番に行ってたのかな。新ロールやんの、うん、で、なんか8番も発言さっき伸びてなかったから、6、7ロールあるんだったら、8強とかも全然あるんじゃないかなって感じではあります。何これ、うん、?7 番が単体で黒い。以上。投票を始めてください。ありえん。何これ、オラじゃないべ。何これ、9番視点4番から9クロ打たれたら終わるよ。76でやってんのこれ。え、何これ、1番がどうなの。あ、7番のプレイヤーが選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。41か、ね、7679だよ。キーマンさんはまあその通りだと思います。自分は盤面的に3しろって思ったけど、その通りって言える、まあ、ワンチャンね、ワンチャン1で狼を落ち取ったらまだ勝てるから、うん、まあちょっと考えてほしい。第5番守んねえ、うん、まあ、4守っとけよ。完全に無駄だったらもうこの時点で負け確ですけど、釣り切れるかどうか分かんないけど終わりなんだよ、うん、まあ、とりあえず4番釣ってよ。とりあえず4番釣って終わんなかったら3番で終わりだから、うん、そのぐらいしか言えないわ。マジ6番の答えを知ればいいだけだから、はい、6番が俺に 何の色を出すかだから答えは出る。そこで夜が来ました。目を閉じてください。6番が3白なのかで、9番も白だったら地下7にローがいたっていう恐ろしい展開になるんだけど、恐ろしい展開になるけど、9番なような気がするけどね。7級だと思うけど、5番が4番のあのさ、もう短期にゲームするな。守らなくても2番と5番ってちゃんと性格見抜いてすり寄ったりしろよ。どっちかが守ってもらいたい側が5番にまた喧嘩打って、5番がもうヒートアップし続けるっていう。8番白なのに8番投票するし、2日目の8番って5番に何も触れてないんだけど、初週の叩かれたことにイライラしないで、騎士持ってんだからもっと心の余裕持ってほしいんだけど、うん、騎士持ってんだから会議できるくらいの余裕を持ってほしいけどね。2番はね、守ってもらえなくなるでしょ、あの発言したらもう。てか1番って毎度スムラで語ってんのかね、スムラなのかね、今回も。あー。昨夜死んだのは。おい、これは最後の戦いか。9クロか、4番。やっぱり。9番のプレイヤーは発言してください。おー。なるほどね。はい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 。っていうことは、おいおい、なんだよ。どういうことや。6が3白。うん。まあ、6はもう2戦で見てるからね。PP あるかな、ないかな。うん、わかんねえけど、俺はもう、決め打ってるんで、6番に入れます。で、6が狼だったら8強はあったと思うけどね。まあ、自分の発言、最後にするために8勘だか、って感じかな。一応、6番の黒要素というか、7番が、やっぱり、あまりにも6に触れてなかったってとこを1日目から感じてた違和感かな。そこで6の2攻めを追いました。だから、6が3白か。まあ、7、3もまだあるとは思うけど、6、7で終わるんじゃないかなって思っております。4は、じゃあ俺、隠しろってことかな、これで。うん、あって強靭なんで、まあ、3番さんの発言は気になりますけど、3番目線も6、7で見えるんじゃないんかな。うん、あ、てか6、7しかないんか、3番目線は。6、7か4、7。積んでますね。7番に黒を打ててるから。うん、PP だったらごめんなさい。6番いきます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。はい。あのね。4が死んだったら、6、7
6712浪構成ですね。はい。だから 6釣ったら終わるんですよ。終わんない場合に9番に言っとく。9番村だったらね、47浪浪があるよ。一般的にか6が死んだったら、47浪浪か41。一応もう一応5番がいるけど、もう乗っ取りとか追わないからね。それは1番が嵐だったってことだからそこは追わないからね、5番は。46にローがいます。はい。だから、この紙ですね。占い噛まれてないですね。7か1にいるんですよ。そしたら。うん。6、あ、まあ9番が村かどうかなんですよ、もうこの問題は。9番が強人じゃなければ、5番が新吉なら勝ち確ですね。釣り切りで。はい。4番のプレイヤーは発言してください。でかいよ。9番強人か、まあ、久しぶりに、なんか、6番さん人外なんだけど、まあ、ひどい叩かれ方したなって思うけど。まあ、7番釣って終わんなかったらって言ってるから、7番釣って、やっと初めて、6目線は1番が白なのかどうかがわかるから、7番釣って終わんなかった時の世界をしてるから、なんか、あの7か1にローいるよ、これ。4番は、1番の2番守っとけよ。知ってるんじゃないかっていうのは。1番強人だったらいいけどね、9本当にいいの ?6 番さん、それって思うけど。あと、もうちょっと他の話した方がいいんじゃない。強人がどこにいるんだろうね。あと、まあ、7番さんはなんか単体のこれ要素って、まあ、僕が占い師で、あの、占えばいいじゃんって、7番さんって。でも、4番は対話だけを求めて、がまあ、占い能力がないから、7番さんは偽だって言ってる、みんなはじゃあ7番さんが、あの、人間に見えますか ?47 老老かっこいいまであるぞ。7番さんの僕への、まあ、人外というか偽要素って、まあ、4番は対話を求めてるだけで、まあ、それだったら占えばいいじゃん。だからこそ4番って占いを持ってない偽だって言ってる7番ってひどくないですか？はい。まあ、僕からは以上です。はい。だから7番さんはもともと対話ができなかった人物だからね。はい。まあ、ありがとうございました。まあ、僕もね、まあ、1番が、あの、新吉とかで、6番強人で、7番5番だったらもう負けでいいと思ってんで、6番釣ってください。以上。5番のプレイヤーは発言してください。番が前半言ってた部分は6じゃなくて俺が言ってるから、うん、今プラスマイナスが両方1ポイントなんですよ。47ロロかっこいい。5番もなんか俺が8番に突っ込んだことに対してホストとして突っ込んでるけど、4番は不愉快ですって言ってるでしょ。いや俺が先に言われてるからね、そんな一角役職いらねえ。8番の強人よく噛んだねと思うけど、はい、人海透けてるんでね、この人だからこんな盤面になるんですよ。だから俺を生かして得する人物は誰かって精査を入れない。これ4番なんですよ、ね。まあ6番が次の発言のアグラ書いた瞬間6番に入れますけど、はい、今日4番6番です。6番のプレイヤーは発言してください。勝手にしたら、はい、まあ9、3番さんも俺に来るってことなんで、まあもう負け決定なんで、まあ言っときますけど、じゃあ5番さんにだけ言っときますわ。じゃあ5番さんは8番さん釣りたいって言ってましたよね。だったら俺が狼人外だったら、まあ、8番さんに黒を打ちますよね。それで5番さんを生き残らせた方が、まあ、8番さん釣りに持っていけるから、白角まで作るメリットはまず俺が強人であれば全くないし、狼であればなんでわざわざ2番さん狼までして、で8番さんを白角にさせて7番釣りまで持ってかせて、6番のやってることっていうのは何のメリットもないんですよ。で5番さんが乗っ取り発生しちゃってたら4号ローロー、5番さんが、乗っ取り発生してなければ1号ローローです。そういうふうに言ってます。まあ、強人位置に関しては俺はずっと9番さんかなと思ってたけど、まあ8番さんが仕事をして、まあ、7番にとりあえず持ってったのかなっていうふうにも思ってるし、まあ、強人位置っていうのは何とも言えないです。そうですね。こんな感じなんで、まあもう厳しいでしょう。3番さん占って俺は苦労が出るかなって思ってたっていうところです。3番さんはもう、私がまあ8白って打って、4番さんが7黒って打って、
ったら即座に7釣りだっていうふうに断定してたんで、まあ、3番3オカルかなと思ったんですけど、まあ41もしくは45です、はい、ですね。まあもう勝てないでしょうけど、まあ心動いた人は4番に行ってください。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。中東なら負け。違う、4番って言ったから447ロロにかけてみるか。でもまあ負けたら俺が悪いから、もう負けたら負けたで、まあいいんじゃない。意思が悪い。4番のプレイヤーが選ばれました。おい普通に考えてあれじゃねえかよ。4番のプレイヤーは、おい6番だったじゃねえかよ。いや多分3番強人でしょ。おい、6番だったのかよ。まあ、あの発言で何しがこうなんだよ。6番行かなきゃダメだったわ。うんとね。やらかしたわ、もうよ。何言えばいい？やらかしたわ。今言った6番さんってさ、まあ4番、6番ではよかったよ。5番に乗っかっちゃったわ。昨日段階かって4番、7番のクラ囲いもあるかもしれない。で、6番って三四郎見てる状況か。47のクラ囲いじゃない。まあ、41なのか、47なのか。何はマジだよ。はい、まあ今まで釣られるんだって思ってるから、まあもう僕の芯も取れなかったら申し訳ないけど、結構厳しいなって思いましたね。はい。夜が来ました。目を閉じてください。さあ、もう騎士が守れよ、まずよ。2番守らないじゃない、2番守れよ、まずよ。なんで4神追ってねえんだよ、まずよ。朝が来ました。なんで4神かま、4神守ってねえんだよ、まずよ。昨夜死んだのは。いや、もうマジで。9番。あ、マジ勝ったわ。3番。はい。のプレイヤーは、発言してください。はい、6番いきまーす。はい、6番いきまーす。5が真、5番強人だったら知りません。6いきます。6いきます。はい。6いきます。俺村なんすよ。計算ミスしましたよ。5番に乗っかって、これ47あるんじゃねえかと思って。9噛んでくれて助かったわ。6いきます。はい。俺は勝つ。ほんとか。誰が強人だったのだったら。あ、5番はもう行かないよ。だってもう1番が出てこないやつが悪いから、4進で6、7ロールなのね。あ、6行きます。はい。うん。あ、6行きます。はい。計算ミスしました。6行きます。あ、5番はもう乗っ取り追わないです。もう5番かばれてないのがもうものすげえ変だけど、5番かばれてないのがマジで変だけど、騎士が出ないのは嵐だもんね。5番のプレイヤーは発言してください。ヒロちゃん、それでいいんだよ。な、であれば、俺が昨日4行く必要ないからね。はい。だから6番さんですね。いやー、だからガチで強人がわからなくなったよね、6番。助かりました。ヒロちゃん、普通でいいよ。6行きます。6番のプレイヤーは発言してください。はい。5番さん占って5番さん黒でした。まあ4番さんがあそこまで余裕に、あ、じゃあもうありがとうございます。6番さん、そんな考察じゃダメだと思いますよ。はい。ありがとうございましたっていうのは、あれは勝利を確信した発言ですよね。だから、5番さんが乗っ取り成功してる時点で、まあ、勝ちを確信したんだなっていうふうに思いました。ですね。おかみさんがこれ、紙1ミスってて、まあ、おそらく8、9、もしくは、ね、1番さん。これで、巨人が押してんじゃないかなと思っ
で、まあ、一番さん強靭であれば、まあ、最初占いしてそれで降りた、だから釣り位置だけを持ってったってことで、まあ、ね、一番さんはかろうじて嵐ではなくなるかなと思ってるけど、まあ、8-9は結局、まあ、ミスリードで、まあ、ずっとかましてるムルス村なのか強靭なのかっていう目線はわからないです。ただ、8-9が強靭であれば、7釣った後に、一番が目撃時代出なかったら、もう話でいいよ。もう、一番が叩かれればいいんじゃない？もう俺6行くしかないの。噛まれてないのマジで変なんだけど、5番が。だからそこを噛んでくれて、本当によかったなっていうふうに思ってます。なんで5番ってどこ守ったの？いや、5番さんがね、乗っ取り成功してるとは俺は全くもっと思ってなかったんで、まあ、6行くしかもうなくて、1番が出ないからなんですよ。だから1番ってもう人から嫌われればいいと思います。もうこれ1が出ないからもう6行きます。さっき続いてもう6番に悪いけど1番が出ないんですよ。これ3番さんともうだから1番と同損拒否すればいいんじゃない。6番がもうだから3番さん6番の心心の中で、もう一回話聞きたかったら、6番の心の中で、投票を始めてください。いや、理由？オラじゃないべ。一番騎士で出なかったら一番が悪い。一番が出ないからそこは終わらない。めんどくさいが。よ、5騎士で負ける方がダメだから。5番の陣外はあるけど、もういいです。一番の騎士だったら負けるべきだから、もう。無理です。終えない。6番のプレイヤーが選ばれました。一番が騎士だったら嵐だからもういいんだよ、もう。ゲーム終了。危ねえ。村人の勝ちです。おー、危ねえ。おー。